歌川広重、東海道五十三寺、池恋船、池恋船宿は、東海道五十三寺の39番目の宿場である。歴史的金遣いでは、地理府、現在の愛知県地立市に位置する。江戸の日本橋から約330キロメートルで、当時およそ10日間かかったと言われている。馬市が立ったことで知られており、歌川広重の、東海道五十三寺にも、 首夏馬市として描かれている。毎年首夏、陰歴4月25日から5月5日頃に開かれていた。また、三河地方の特産品であった木綿紙も開かれていた。1604年頃の家康の命によりその10年ほど後にでき、当時は並木八丁と呼ばれた街道沿いの松並木は馬を繋ぐためにも使われていた。戦後も残っていたが年の 伊勢湾台風で多くの小松が倒されてしまったため1970年に幼松158本の捕食が行われた。明治時代に馬市は松並木から次元寺へと移動、牛市、砂橋に移り変わったが昭和に終了した。古くから交通の要衝であった当地は、東海道の東西の往来のほかに、周辺の地に枝分かれする道が存在する。ウィキメディアコモンズには、 池恋船な宿に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。